はい、こんにちは。こんばんは。はい、どうもどうも。仕事終わったっちゅうことで、お出かけでも行きますか。金曜日やし。イエーイ。ね、はい、ドライブ行く？ドライブ行きたい。あ、そっか。うん。ほんなら全部行きたい。あ、そう？ねえ、ミッキー。見た裏か？見た。俺こっちが好きやね、この茶色が。寒い。おそろ。今日はちょっとな、気温低いから、うん、気つけや。あ、洗濯も入れたっけ？パカ。何やと？めっちゃ上手だった先生、びっくりした。いつも痛いねん、なんか。あ、そう？痛くなかったよ、全然。でもここからここまで全部腫れた、パンパンに。麻酔いっぱい打ったから。大変やった。なんださ、なんかさ、久々すぎてさ、麻酔は、はい、こうやって震えてんからだ。こんな震える？ブブブブって、なんかキニンって音怖いじゃん、わかる？うん。あの音にびっくりして、こうやって肩震えてウィンってってなって。怖かった？怖かった。あ、そっか。うわ、綺麗。どこが？夜景。夜景ちゃう、これ。これただの街灯や。お、なんですか？なんか今日顔綺麗だね。なぜ？毎日パックしてるからかな。肌綺麗になったよね、ケンゴ。あ、そう。まあまあ、だってさ、出会った頃ほぶつぶつだったじゃん。マジでヒゲなんとかなるの？ヒゲ脱毛したら普通に行く。俺の回、うん、通う。ウォーベイ。あれじゃん、回らない回転としちゃう。回るよ、ウォーベイは。え、ウォーベイ行ったことないの？ないね。ウォーベイ回るよ、ちゃんと。回れ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 の。昨日3時まで起きてたから大変やったよ、朝。ね、昨日はさ、それで超眠かってんけど、朝。なんか健吾が珍しくお話いっぱいしたからさ。そうだ、お酒も飲んでへんくせに。ねえ、えらい。どうしたん昨日？知らん。痩せてひげなくなったら超イケメンになりそう。元がいいからな。ここだけ？まったくよ。どうすんの？モテモテなってもうたら。大丈夫、モテないから。あ、そっか。えぐ。菅田将暉みたいによ、モテてみたいな、キャーキャー言われてよ。癒やしたーって歌って。ないな、そういう黄金期。黄金期、やっぱあれじゃない？生まれた瞬間じゃない？生まれた瞬間。うにゃ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 、あ、かわいい。頂点。あんたあるか、モテ期。ない。多いね、カーブ。ダダ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 ダ。タラタタタタ、若さのリズムやめつけとくに。あ、スタバがある。あ、スタバやってるかな、スタバ。ちょっと見てみる、フードコートとか。うん。で、この辺ちょっと止めてみましょうか。ほら、ここにあるやん。ねえ、スタバ、スタバ何時までやってるか見に行こうって。はい、到着。ありがとう。ギョイ。スターバックス。キャラメルマキアートにした。俺、ほうじ茶通る。あ、うまい。美味しい。私、そうやって飲めないんだよね、カップ。熱くて。いや、めっちゃ熱いよ、これ。危ない、やけどしてます。イエーイ。ソーセージ書いてくれてるやん、ソーセージ。ほら、ソーセージ。いや、めっちゃうまそう。おお、美味しそう。美味しそう、ソーセージ。ほら、いただきます。これもほら、ミートボール。うまっ。おいしい。いただきます。一口ちっちゃ。うまっ。うん、おいしい。久々に食べた。うまい。ここ食べて。うん、ありがとう。ケンゴは何になりたかったん？俺、サッカー選手がいた。うん、ベタやな。サッカー嫌いだったのに。うん、なんでなん？わからん。みんなが書いてるからな。自分の夢でもないじゃん。マジックス読んで。6歳の俺は。サッカー選手ぶないな。オッケー。トイタは本当に体育の先生になりたかったよ。幼稚園の段階で？え、小学校の時に。ああ。なんか小学校の体育の先生がめっちゃ優しくてかっこよくて、うん、女の人だったんだよね。うん。憧れだった。小学校の時にはもうサッカー選手になりたいとかね、これっぽっちも思ってなかった。小学4年の時にな、うん、10歳やん、うん、だから1/2成人式っていうのがあって、うんうん、あるね。そこで将来の夢こうなって、その時に父みたいな人になりたいって書いたんや。かっこいい。うん、
そしたら父親が喜んでた。で中学生の時にエグザイルになりたいと思ったよ。ゆみちゃんずっと体育の先生変わらなかった。なってへんやん。だって高校入った段階で教員になるには国家試験が必要って なるじゃんね。勉強か、運動神経いいだけだかもな。そう。頭が良くないと無理って気づいて、あ、無理だと思って。座学がね、できないと、一瞬で諦めた。んで、ブライダル行ったの。ブライダルやったらまた違った人生やったよな。全然違うよね。ブライダルも超忙しいからね。エグザイルになりたい夢はでもいつで終わったかな。高生で終わったか。パカ、きっとディズニーだ、この子たち。あ、いいな、ディズニー。ディズニーまだ歩く？いや、そらきつ。こっちや、セレブレーションホテル。こっちか。着いた。ありがとう。はい、じゃあ一回切りますよ。わ、星が綺麗だね。ほら、見て見て、ほら。写真撮る、ここで。いいよ。海に行くけど、海って怖いねんな。寒い。寒いな。でも運動したら暑くなるから頑張れ。そうだね。風がないのがいいね。寒いね、見てるし。わあ、綺麗。お、あ、結構綺麗やちゃう？ねえ、綺麗だね。キラキラ光ってるやん。うん。へえ、アベンジもあるしな。めっちゃ綺麗。もういい。怖いの。怖くなってないみたいな。もういい。あっち行くか？行かない。あっち嫌な。せっかく1時間運転してここまで来たのに。もういい。でもほら綺麗だよ。ほら明るいところは散歩しよう。そうやな。じゃあセレブレーションホテル見に行くか。うん、そうする。ここ綺麗。ここない。これあれ、セレブレーション。これはセレブレーション。ちょっと地図見てみようか。でもほらあれディズニーのパスだもんね。あれ東京ベイって書いてあるよ。ちょっとね、今どこか見てみようか、うん、寒いね。ギョイ。あった、あった。ほら、あ、ペダル。あ、ほんま、やってみたら。はい、あるよ。はい、お金どうぞ。保険ある？うん、あると思うよ。いいの？はい、やってみ。まさかディズニーホテル来るとは。本当だよ。いや、スーベニアメダルはいつまでも値上げしない神サービス。神サービス。1個にしよう。どれがいい？うん、好きな選びや。どれがいいかな。ミニーちゃんか、これ。やっぱでも無難にミキミニかな。これか。うん、B。はい。さあ、いつものできた？できた。早い。いつもさ、見ちゃうよね、これ。ほら。確かに。おお。できた。よかったな。嬉しい。はいはい。いっぱいあるよ、ケンゴさんが。これ UFO キャッツァー。え、かわいい。めっちゃかわいい。わあ。え、今日見てる？超かわいいんだけど。そっか。どうした？ポテトヘッド。ポテトヘッドな、いいじゃないですか。ちょっとラビット可愛いな。これ寝てるよ、ほら。あ、ダンボ可愛い、やばい、テンション上がる。中庭いいやん。行くよ、おいでみたい。すげえ、中庭めっちゃ。なに？スルーゲームの色がある。あ、ほんまや、行こう。お金がいっぱい入ってる。ビーアーギャス、ビーアーギャス。はい、100円。200円。チャンスは2回。いや、1人1回ずつ。あ、そう。お金もったいない。そっか。はい、寝坊式。お、いきます。お、いきます。ひ、お、うわえ、全然取れへん。俺が取るわ。全然取れない。あ、やばい、やばいかも。え、これ全然取れなかったね。ギョイ。普通にディズニーに来た気分になった。バラの花を赤く振ろうよ。やっぱ昔からあるホテルのキャラさ、昔のキャラのね、多い。そうやな。めっちゃ楽しかったな。あ、そっか。うん、20分ぐらいしかおらんかったけど、うん、よかったな。バンバン、休日と思えるくらい楽しかった。よかったな。うん、最高の気分やったか。最高だぜ。グッバイ君の運命の人は僕じゃない。ナイス。会話になって。
全く行き当たりばったりの旅だったな。ね、何も考えてない。相変わらず行き当たりばったりなの、うん、仕事終わりにさ、セレブレーションホテル行こうぜってならへんね普通な。パカ、めちゃめちゃ楽しかった。よかったわ、テンション上がった。あ、そう、うん、そうやったらよかった。なんかもうディズニー行った気になった。うん、めっちゃディズニー行きたくなった。あ、なんか今日何回言うってぐらい言ってんの。7回ぐらい言ってんね。めっちゃ行きたい。だってあんな中途半端にさ楽しんだらさ、もう次の日行くテンションじゃん、あれって。もう、あ、そうかそうか。あ、ここ、あれだ、ディズニー。あ、じゃ危ないから曲がるからな。シルクラウトカプリゲーム素敵なんちゃららら、はい、デデ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 デ。カービィやるの。お前昨日お腹痛すぎて寝ちゃったから。ユミタにポケモン買ってあげたのにまだパッケージすら開けてくれない。エグすぎて、ほんまにエグい。あれまだビニール、まだビニール剥がしてない。あれやば、売れんじゃない。ポケットモンスターバイオレット、売れるんじゃん。売らんといて。せっかく2人でさポケモンの旅、パルデア地方の旅行こうと。11月18日からまだ開けてない。ほならじゃあ良き旅やったな。楽しかったね。それではここまでご視聴いただきまして皆さん誠にありがとうございました。お相手はケンゴとユミタンでした。それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。それではさよなら、バイバーイ。